こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですウクライナ空軍は5月6日アメリカから供与された地対空ミサイルのパトリオットを使用して首都キーウ上空でロシアの極超音速ミサイル極超音速ミサイルとも言いますがキンジャールを撃墜したと主張しましたウクライナがモスクワの最新鋭ミサイルの一つを撃墜したとするのはこれが初めてです。その後 アメリカ国防省もパトリオットミサイルでキンジャールを撃墜したことを確認したと発表しましたしかしロシアはこれに猛反発しキンジャールが撃墜されたというのは大嘘だとしています一体どちらの主張が正しいのでしょうか今日はこのことについてお話しますこの映像は5月11日に SNS にアップされました ウクライナが供与されたパトリオットミサイルで、ロシアの極超音速ミサイル、極超音速ミサイルのキンジャールを撃墜したと主張している映像です。ウクライナ空軍のミコラ・オレシク司令官は、5月4日の夜にウクライナ軍がパトリオットミサイルを使って、キーウ上空でキンジャール極超音速ミサイルを撃墜したことを認めた、 とノエルリポートは報じていますしかし極超音速ミサイル、極超音速ミサイルは絶対に撃墜不可能なミサイルだと言われていただけに極超音速ミサイルのキンジャールが今となってはかなり古いシステムとも言われるパトリオットミサイルで撃墜されたというのはフェイクニュースではないのかという観測もありました。 ハイパーソニック、すなわち極超音速、または極超音速とも言いますが、それはマッハ5以上の飛行速度を意味します。極超音速ミサイルのキンジャールは、最大マッハ10で飛行する空対地ミサイルだとされています。2018年のプーチン大統領の年次教書演説で、新型の戦略核兵器の一つとして、 絶対に撃ち落とされることがないと述べて究極の空対地ミサイルの一つとしてプーチンによってその存在が発表されました。キンジャールとはロシア語で探検という意味です。キンジャールの直線的かつ鋭角的なプロフィールがロシアの探検のイメージにそっくりだからです。 こちらは通常の大陸間弾道ミサイルの軌道です。そしてこちらがキンジャールなどの極超音速ミサイルの弾道です。極超音速ミサイルは大気圏外に出ることなく、くねくねと向きを変えながら飛ぶため、捕捉することが困難で、たとえレーダーで捉えられたとしても、 どこに向かっているのか予測することができませんし、迎撃するのも極めて難しいとされています。ところが先日、アメリカ国防省報道官のパトリックライダー准将は記者会見で次のように発表しました。キンジアルミサイルはパトリオットミサイルで撃墜されたことを確認しました。 イブカル記者が畳みかけますパトリオットでキンジャールを撃墜したのですかパトリックライダー報道官は答えますコレクトその通りですしかしながら今回アメリカ国防省のパトリックライダー報道官も確認したといった極超音速ミサイルキンジャールを パトリオットミサイルによって撃墜したということには未だに異論も多く上がっています。旧ソ連共産党の機関紙で今もクレムリンの代弁者と言われるロシアのメディアイズベスチャはウクライナ政権は禁じあるミサイルを迎撃したとして全く別のミサイルを見せて騙していると報じています。また SNS には ウクライナがキンジャールだと主張している撃墜ミサイルはコンクリート貫通航空爆弾のベタブ 500SHP に似ているという投稿も上がっていますシュタインバッハ大学の石川がキンジャールの特徴である直線的なプロフィールに赤い直線を引きその赤い直線をコピーして ウクライナがキンジャールだとする映像にそのままかぶせてみました結論としてはその赤い直線のプロフィールはウクライナがキンジャールだと主張する撃墜残骸のプロフィールにマッチしませんでしたロシアの肩を持つわけではありませんがウクライナ軍が発表しているこの映像に関して言えばキンジャールではないように私には思えます しかしながら私にとってパトリオットミサイルによって極超音速ミサイルキンジャールを撃墜したとアメリカ国防省報道官のパトリック・ライダー准将が述べているその分析の根拠がこの映像に基づいているとすれば私にはそちらの方がかなりショックですアメリカは一体どうしちゃったのでしょうか今日はここまでにします 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。あー okay.